ここ東京モーターショーの会場、三菱ブースの前にいます。見るといやこれはすごそうなコンセプトか、ね、本当に出てくるのか出てこないのか、きっと出てくるだろうと我々想像しておりますけども、まあ、ここに関わられている三菱の、まあ、四駆の専門家の塩瀬さんにですね、ちょっといろいろお話を聞きたいと思います。さあこの車現実的なんでございましょうか。今回のこの出品車はですね、あくまでもテクニカルなコンセプトカーということで、この車がそのまま製品化されるわけではなくて、この車でそう表現して、まあ、デザインも含めて表現している、いくつかの技術が今後20年以降の我々の私どもの商品製品量産車に反映することを目標としていると、そういう位置づけの、まあ、それをアピールするための車ということになります。はい。であれですよね、この技術はモーターでかなり制御するということですね。この車はピュア EV、はい、バッテリー EV ですので、はいはい、前輪が1個のモーター、はいはい、で後輪がモーター2個を使いながら、はい、2個のモーターをちょっとある工夫をして、はい、左右の駆動力配分をできるっていうメカニズムが組まれています。そうすると塩さんお得意のAYC だとか ああいうことが、まあ、非常に簡単にコントロールできる、ね、ということなんですか。はいはい、モーター、従来 の内燃機関の車の場合ですと、まあ、機械的につながっているところで、なんとかその配分をうまくやろうという技術をやっていたんですけども、今モーターでそれぞれが、まあ、前輪と後輪別々に今アウトランダーでもやってますけども、うん、できているのをさらに後輪はもう一工夫してモーターを2個も受けて、しかもそれをその左右って例えばこう片方氷の上片方アスファルトと乗ったりすると、せっかく2個ついているモーターのパワーが半分しか使えないということがございますね。そこで一工夫して2個のモーターを、メカニズムでつないで、さらに左右に伝えるということをすることで、さら2個別々に駆動するときよりもさらにその大きな駆動力をうまく利用、四輪配分できるというところを狙った、そういうシステムなので、まあ、走りをどんどん良くしようという、まあ、あれですよね、その車ファンから見るとランエボの未来形みたいな感じがしますけど、はい、ランエボのような走りも当然やれることを想定してますが、それだけではなくて、もっとそのまだあまり走りに慣れてない、はい、ドライバーの方でも、全てのアクセル、ブレーキ、ハンドル操作に対して車がその重さを感じずに動くっていうことができる、そういうことを目指していて、そうすることによって慣れてない人でもこう意のままに車が操れる。で当然エボのような車を期待しているそういう高性能車に慣れている方はさらに高い次元の走りを狙えるということを考えて、まあ、システム開発をしているというそういうものになります。いや楽しみですね。まあ、じゃあこのシステムが生かされるのは総先の話じゃないと。そうですね、まあ、20年以降にどこかのタイミングで私どもはなんとかこれを製品ができるべく今開発を一生懸命やっている、そういうものになります。まあ、というわけで非常に楽しみな車が三菱から出てきそうなんで、は本当に我々その開発の途中途中でまたインタビューさせてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。